こんにちは。マック堺のサブチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルではエアガン以外のものを中心にお送りしています。エアガンのレビューなどはメインチャンネルをご覧ください。現在は食レポが多いです。というわけで、世界のキッチンエルダーフラワースパークリングウォーター、エルダーフラワースパークリングウォーターを飲みたいと思います。うん、スパークリングウォーター果汁 1%、 花の香り無糖炭酸水、いいですね。もモロッコの知恵から、何すかねモロッコの知恵って、はい、では飲みたいと思います。おー、あぶねー。ちょっとね、今先日のことが脳裏をよぎりました。すごい花の匂い。花って言ってもね、いろいろありますよね。なんだろう。何の花か分かんないけど、花の匂いがします。書いてあるかな。レモン。エルダーフラワーっていうのがあるんですか。エルダーフラワーの匂いがします。いただきます。おお、すっごいレモン。果汁 1% だけど、ほんとね、たさ強いレモンの匂いがします。それで全然甘みないですね。いいですね。でシュワシュワ感と心地よいレモンの後味が残る感じですね。はい、おいいかも。あんまり人工的な感じもないですしね、うん、この飲み終わった後のほのかなレモンの感じと、この炭酸のシュワシュワが、刺激が残った感じがね、炭酸マニアにとってはいいなっていう感じですね。確かにこれはね、飲んだことないですね。いろいろ試してきたけど、普通のなんかレモン入りとかグレープフルーツのねっていうやつあるじゃないですか。それよりも明らかにね、レモンが多いかも。もうほんと一瞬レモンの、あ、そこまではないか、そこまではないけど、失礼、レモンのね絞ったやつの炭酸っていうのがね、うん、かなりきますね。そんなでもね酸っぱくもないんで飲みやすいと思います。うん、あ、これはなかなかいいですね。だから炭酸がねちょっと強め。すごいゲップが出る。なんでそういう時にはちょっと飲まない方がいいかもしれないですね、うん。なかなかこのシリーズいいですよね。あんまりなんか新しい味が多いんでね、あのいろいろ楽しめて面白いんじゃないかなと思います。なんかねこういうなんかあるじゃないですか、焼酎の炭酸酎ハイとかね、なんかそんなのちょっと彷彿させる美味しさでした。というわけで、世界のキッチンからエルダーフラワースパークリングウォーターを、スパークリングウォーターを飲んでみました。というわけで、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。